里子のこと信じてました。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回は日暮らし卒第10話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察ネタバレ、たまにゲーム配信もしております。日暮らし卒については毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回も第10話の内容を振り返りながら感想と考察を語っていきたいんですけども、まずはね、もう一人の僕ね、相棒、まるで武藤遊戯のような展開になってきました。里子がもう一人出てきましたね。えびっくりしたわ。なんかこう作中でこうひびが割れるような演出がね、パキ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 っていうのが出てくるんですよ、里子の家にね。大石刑事がわざわざ生ゴミを持ってきてこう撒き散らしてさ、あの 生ゴミ撒き散らしてるところ誰にも見られなかったの、あれおかしくない？明らかにさ、絶対誰か見ろ、そこ見ろよ誰かね。そこ見てたらもうね、大石やべえやつってね、一気に噂広まってね、こんなことにはならなかったと思うんですけども、まあ、そんな生ゴミが撒き散らされた家を見てこう佐渡こう抱きしめる鉄平がね、こう佐渡子すまんかった、わしが悪かった、そんな自分が情けないみたいなことを言ってさ、そう抱きしめた時にひびが入る演出が入るんだよね。で他にも佐渡子がね料理していて、その料理にねうまそうだなみたいな、すげえ嬉しそうに喜ぶ鉄平。でその時の佐渡子も優しい笑顔になってんのよ。今までの佐渡子と違って本当に心から鉄平との暮らしを楽しんでるかのように本当見えました。まあ実際本当に思ってたんだと思う。だからこそその時もひびが入る演出がパキパキって出ていたり、そして最後の決め手ね、理科に嘘の電話を入れて鉄平を大量の睡眠薬で飲ませてね、赤い目の瞳のね里が出るわけよ。そしてこのままハッピーエンドで終わると思いますのって言って鉄平に銃を向けんのよね。でしかも鉄平がその時さ、薬で大量の薬を飲んでフラフラになってもう死にそうに なってるのに、自分のことよりもまず里子のこと心配する。里子大丈夫か、わしが寝てる間に村のやつらに変なことされなかったかって、もうね里子一番に考えてくれる、ほんとねヒロイン、マジで。でそんな鉄平に銃を向けてさ、撃とうとするんだけど、その時にね出てくるのよ、もう一人の、いや本来の里子、本来の里子と、もう一人の里子、赤目里子が入り混じった状態の里子が出てくるのよね。片方の目は赤い目、片方の目は普段の里子の目で、おじさま逃げてと、体の半分は赤い目の方の里子がこう鉄平を撃とうとしてて、もう一人の半分の里子がその銃の手をこう撃たせまいとこう抗うようなね姿が映し出されていました。まあそのままね二人がかけらの世界に行くんですけども、もううんざりだと、私はもう誰も殺したくないって言ってて、まあ里子反省してたんだよね、よかった。もうねあれが里子の本心だとしたら、マジで里子をね、ほんととんでもないやつになっちゃうので、もうこうなったらもうみんなで救い出せるよ。ここまでちゃんと里子、元の里子に戻ってくれたなら、こう救い出そうと思うし、みんなも、まあ土台は整ったかなって感じで、まあなんでそんなね里子が生まれちゃったかと、まあ、何度も繰り返すうちに里子の中にね、もうその魔女が生まれていたんだよね。知らぬ間に、本人も知らぬ間に自分だと思ってたんだけど、それは自分じゃなくてもう一人の里子、里子本人なんだけど、もうそいつはもう里子じゃなくて、そいつはもう魔女になっていた。エウアはもうそういうことになるって知ってて、全てを知ってて、楽しんで見ていたっていうね。まあ魔女だからエウアも人の心は持っていなかったっていう感じですよね。まあ結局里子はその赤目里子に負けて撃ち抜かれて、そしてそのまま現世に戻った赤目里子が鉄平を撃ち殺してバットでボコボコにするっていうね、もうそこまでするかっていうね、ほんとつらいよね。赤目里子、まあ里子の形した、まあ里子ではあって里子ではないんだけど、まあそいつがね
ボコボコにする姿っていうのはね、ちょっと見てて辛いものがありますよね。鉄平はそれでも里子を許してくれるとは思いますけども、まあその後ね、たたり魂編のラスト、大石がまあ暴れるところの真相なんですけども、まあ里子の手によってね、鉄平が死んでいたっていうことで、圭一のね、あれは見間違いだったっていうことが、確定しました。あのあと圭一を部屋に呼んで、あの姿、惨劇の部屋を見て、パニクった圭一に、多分里子が後ろから殴ったんだろうね、鉄平にやられたと勘違いした圭一がもう死んでる鉄平の死体をさらに、追い打ちをかけてバットで殴りまくるとで疲れた圭一はもう自分も殴られてるから倒れちゃうんだよね。でそんなところを見た大石が、ああやっぱり圭一さんが やったんだということで、もうそのままで、その圭一を差し向けたのはきっと北条里香と、もうその先美音たちだなって思って、もう村人たちを殺しに行くみたいな流れだと思います。まああとこれからの展開ですよね。まあ完全にもう里子がね、憎むべき相手ではなくなった、まあ、赤目里子っていうね、敵、そしてエウアっていうのがもう敵として認識されたので、まああの剣、神殺しの剣で里香が赤目里子を殺して、かけらの世界からね、本当の里子を救い出し、そして魔女の力かなんかで、みんなの力で一致団結してエウアを倒すんじゃないかなと。さすがにね、こうやっぱ日暮ってこう仲間みんなでみたいな協力するのが醍醐味だと思うので、ここで里香だけが協力してエウアを倒すっていうのは、ま、なんかまた違うと思うので、まあ、里香と刑事たちみんなと、そして里子も、みんなの雛見沢メンバーでエウアをこう倒してハッピーエンドに導くっていう流れになるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はこれで動画を終わりたいと思います。よかったら皆さんの感想考察も、ぜひぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。